西池は、滋賀県長浜市池奥町の小谷城跡がある、小谷山山六にあるため池である。2010年3月25日に、農林水産省のため池100選に選定された。また、滋賀のため池50選にも選定されている。西池から小谷山を望む。当地に伝わる伝説によると、モノノベモリアが、蘇我馬子や蘇我氏との清掃に敗れ、 この地に隠れ住んで干ばつに苦しむ農民のために作らせたと伝えられているが定かではない。1963年に取水施設の改修、1985年には延滞、1996年に護岸工事を行い現在も湖北の農業用水の調整地として57ヘクタールの灌溉に利用されている。ソメイヨシノ、杉、キノキ、 小なラ林が、湖畔に植林され、池の中にはハス、ヒシ、東十四種の植物が確認されており、オヒシクイの南限でもあり、オシドリなどの水鳥類のほか、ゲンジボタルなど百十一種の生き物が確認されている。守りたい、育てたい湖国の自然百選にも選ばれており、望遠鏡のある観察小屋で気軽に、バードウォッチングを行うことができる。西池農林水産省から、 ため息き百戦西池絶滅危惧種情報、大菱食い守りたい、育てたい湖国の自然百戦手がけん。ありがとうございます。